今回は、このシーンのウソップ優しくて好きに対する読者の反応集を紹介します。優しさ。素でこういう気遣いのできる男ウソップ。こんなん惚れるわ。誰よりもメリー号を大切にしているのにこの発言、17歳でこれはすごいよ。チョッパーに気遣ったっていうよりは、素でこれを言えるのがすごいよウソップ。俺はこれができなかった。今でもたまに思い出して後悔してる。何かあった未来のウソップ来たな。優しさであると同時に精一杯の強がりでもあると思ってた。ウソップやっぱいい男だよな。こいつのいいところはパッと見じゃわからねえ。しっかり付き合ってこそ見えてくる、すごいいいところがあるんだ。それが他の奴らはわかっちゃいねえって後方理解者面したくなるのもわかるよ。気を使ってとか空気読んでとかじゃなくて、本心から言ってるんだろうなってところが好き。ええ男やで、ほんま。ウソップが評価されてて俺も鼻が高いよ。これはイケップだわ、惚れっぷ。ウソップ一番好きだわ。このシーンは中でもウソップの良さ象徴してる気がする。この時点でメリーがダメなのもわかってて後々決裂するまで意地張るのに、チョッパーにはこんな風に言えちゃうんだぜ。優しさ？これ他のメンツの言動見てもわかるけど、チョッパーに期待してなかったって残酷なシーンだよ。いや医者だぜ。本来船番任せてガンホールが負ける強者と戦わせるのが間違ってる。どんなひねくれた解釈よ。言うてもチョッパーって一味の中で一番年下の弟分通過末っ子通過、割と非互対称なとこあるからな。そんなチョッパーにどんな強敵が来ても船を死守しろ、なんていうやつ一味にいねえよ。だからこそチョッパーが怠慢で下脱様倒した時のこれで俺も海賊だーの叫びが生きるわけよ。そりゃチョッパーはウソップにとっては弟分みたいな立場だしな。これがルフィやゾロが武器にするために追ったとかだと怒ってる。二人は強い側のキャラだから。非互対称だったらアラバスタでウソップと共に体張って戦ってないだろうよ。ドラムで仲間になっていこう。チョッパーも対等な仲間だよ。さらわれたメンツがね、ゾロを船番にするのが確実なんだけど、そうすると道のアッパーヤード探索組が危険すぎるし、ロビンは探索に必須。波が一番船番に向いてないだろうからチョッパーしかいなかった。そう考えるとフランキーの存在ってでかいわ。ワンピースのキャラクターの中で結婚を視野に入れた上で、付き合いたいのは誰かって聞かれたら絶対ウソップだと思うわ。というかウソップの他3時くらいしか結婚に向いてるのいなさそう。まあそもそも海賊自体結婚に向いてないけど。3時は結婚してもよその女の人にはデレデレするのは変わらんだろうし、あんま向いてないと思うわ。よっぽど気にしない人が相手ならともかく。後方理解者面の筆頭がゾロ。小田先生がワンピースの男キャラで結婚するならウソップって進めるだけはある。麦わらの一味ってリアルだとウソップとサンジが一番好かれるだろうな。時点でフランキーか。多分麦わらの一味男性陣の中では一番の常識人だろうしね。女性読者人気はイケメンキャラに比べたら劣るけど現実的に考えたら有料物件よな。まあかやさんがいるんだが。ウソップみたいな友達欲しい。じゃや行く前のトンカチで指打った際のチョッパーとの漫才好き。打った指と腫れてる指が違うことに対して、SBS で風船の原理だの無茶苦茶な言い訳がされたのも好き。アラバスタの時とかチョッパーは基本ウソップのかっこいいところしか見てないからな。他人から見たらすごいことしてるのに自己評価が低いやつに絶対的な信頼を持って接するチョッパー。ああなるほど、これの前にジャヤでサンジがああ聞いたよ何遍も。ふるさとの麗しい少女からもらったんだろって言ってるのをチョッパーが聞いてるのも漫画構成のうちか。あと漫画で書かれるとこ以外でも、一味が楽しく会話してるのが伺えるのもいいよね。ヤソップがルフィにウソップのことを何度も言ってたみたいに、ウソップもカヤを知らないサンジたちに何度もカヤのことを話してると思うとニヤニヤしてくるな。チョッパー自身も何でも治せる医者になるって途方もない。もしかしたら実現できないかもしれない夢を持ってるから、夢や誇りをかけても仕方なくても戦う男に惚れるのは当然。ウソップが一味についていけないって言った時に、ってなるのもわかる。ウソップが抜けようとした時チョッパーだけハテナってなってるのいいよね。チョッパーにとってはウソップはずっとかっこよくて頼りになる、立派な船の先輩だから降りるってなった時の実力不足云々で、にもなるわ。というか読者目線からしても4トンバット耐え抜いたやつが実力不足ってなるわ。大人になると気づく、鉛星とハンマー彗星の凶悪さ。
MR4 のバットがヤバいのにそれに耐えてハンマーを飛ばしてくる一般海賊。正直俺はウソップの化け物地味た耐久力なら4校相手でも死なずについていけるだろうなと思ってる。戦闘でも狙撃は有能だし戦闘以外にもできることが多い。死なない仲間とかかなり価値が高い。さらわれても取り戻せばいいし。加入序盤のチョッパー的にはほらな俺ねえ、の時のルフィとあいつの夢だけは笑わせねえ、の時のウソップが自分が憧れる海賊の男だよね。チョッパーはアラバスタで共闘した時にウソップのかっこいいところ見てるからな、憧れるのもわかる。チョッパー的には一味みんなすごいやつだからな。仲間加入からウォーターセブンまでチョッパー視点だと戦闘面では頼りないが、いろんな雑用や発明をしてるなんでもやの頼れる兄貴分にしか見えないからな。だからこそついていけねえ発言にハテナ浮かべるのもわかる。というか一味全員がウソップを足でまといと思ってる奴はいないよな。チョッパーはまあ4戦でウソップのかっこいいところ見てるから余計にハテナになるんだよな。自分のできることやれることと、理想が噛み合ってないタイプなんだよな。ウソップの語っていたキャプテンウソップが理想の勇敢なる海の戦士だとすると、戦闘のど悲鳴を上げながら逃げ回る自分に内心ものすごいストレス抱えてそう。一味の男でウソップを弱いと思ってる奴は誰一人としていないのに、責任感が強すぎてネガティブになる海の戦士、そのおかげでこの海一番のルールブレーカーになる。まあ襲われてなんとか追い返したみたいな戦いの後に、てめえマスト折れてんじゃねえか。って言ってたら相当のクズだけどな。相手の強さ信頼してたとかならありえちゃうんじゃないか。お前がいてなんでまとな。ルフィゾロサンジあたりは組み合わせ次第で普通に言いそう。これ確かチョッパーが自分で追ってなかった？おらなきゃ引火して船全焼だから仕方ねえ。マスト追って沈下したのは英断だった。チョッパー自分で言ってるだろ、と思ったけどそこまでまだ言えてねえな。この時は船は船って態度なんだよなウソップ。違うんじゃないか？仲間が助かったのならいいじゃねえか、船はまた直せばって態度。すでに船乗り換えの構想あったのか、空島のメリー号の扱いがえぐい。空島直前に遊骨ぶち折られてるんだよな地味に。木造船で火放たれたんだからマストで済んでよかったわ。全焼よりマスト消失の方がずっとマシだからな。ふるさとの幼馴染にもらった大事な船ってのはチョッパーも知ってるからね。チョッパー本当に麦わらの一味に入ってよかったな。過去が辛すぎるから。一味を裁きの地へ誘導したことを泣いて謝る小ニスにルフィ三次ウソップが、それをなんで俺たちに言うんだ、お前が狙われるんだぞ。って声を荒げるのも好き。壊れてもまた直せばいい、直せなかったよ。言う骨が折れたら無理だよ。あれ壊したのベラミーが原因だっけか。ろくなメンテせずに負荷かけまくったからだよ。原因を挙げるなら一味全員が原因。改めて見ても、グランドラインの過酷な環境を船大工なしで突き進むって無謀にも程がある。やられちゃったけど、この時チョッパー助けに来たガンホールもめっちゃかっこいい。そういえばまだ本物の幻獣シューマウマの実モデルペガサスは出たことねえな。我が輩、空の騎士。今までと違うダイヤルを使った戦いに、チョッパーじゃ目で追うことすらできない実力とかっこいいよな。これチョッパーの方も自分に与えられた仕事を必死にこなそうとしてるのがお使い任された男児みたいでけなげで好き。ネットじゃいろいろいじられがちだけど素直でいい子だよね。